ぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ？見て、小さな砂浜のところ。奥にいるの、そうじゃない？どれどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。待って、ルフィ。あそこにいるの、リムじゃない？今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング！やるな、ルフィ。俺は負けねえ。よし！あたしの出番ね。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私、アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし、揺るがないわ。きっとワッフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。
なんだここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。私たちはここを。すげえ、不思議空間だな。不思議。まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように、思い出の世界で成し遂げたこと。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国。思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。ビビちゃんの国か。すごいわね、本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから。それを防ぐために戦って。
犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らない。どういうことだ。ここは俺たちのだからよ。記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっ、そりゃどういう仕組みだ。簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。だいたいここはあの時のアラバスタの私の出番ね。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のこと。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの。